いらっしゃいませ。このチャンネルは漫画飯再現を通じて普及の名作グルメ漫画たちの魅力を再確認しつつ、イエーイ星チャップマン漫画飯料理研究部部長のチャップマン正樹です。今回は芹沢さんのポップアップショップにやってまいりました。今回はここで購入した丼を使って作中での伝説のラーメン濃い口ラーメン会を再現していきます。それでは行ってみましょう。よろしくお願いします。それでは鮎だれの方を作っていきます。鮎の内臓を抜き、鮎をおろして骨を取り除き身だけにしていきます。この身と内臓を細かく叩き、さらにほぐした焼き鮎を混ぜて一緒に叩いていきます。ここに塩麹、醤油麹を叩き入れ、まあ半分は美し醤油ラーメン極みに使うウルカにしていきました。残り半分は鍋に入れて、ここにさらに塩麹、醤油麹、みりん、酒を加え、アルコール飛ばしながら加熱していきます。たまり醤油と醤油入れて一沸かしして、これを保存瓶に入れておきます。これを2週間ぐらい熟成発酵を冷蔵庫の中で進めておきました。内臓を抜いた残りの鮎は海水と同じ濃度の塩水で煮て、さらに低温のオーブンで4時間ぐらい乾かします。これで鮎の煮干しの完成になりますね。スープは今回は濃い口ラーメンを作った時の残りでいきます。比内地鶏の柄に国産の豚ミンチを加え、スープを取っていきます。夏場はスープを取ってそのまま置いとくとすぐ傷んでしまうので、ちょっとの量で作るのがポイントですね。ここに鮎の煮干しを入れて煮込みこしていきます。そして今回のメインとも入れる鮎タレです。これが芹沢さんにとってヘッドやチー油に代わる究極の香味油になります。ちなみにこれだけで2000円しました。ほぼ葉っぱだけの状態にして、ピーナッツ油とサラダ油を入れて低温で煮出します。今回は炊飯ジャーを使って炊飯器の保温モードで4時間ほど置いておきます。4時間経ったらザルでこして保存瓶に入れておきましょう。結構綺麗な緑色ですね。では熟成された鮎だれを鍋に入れ、スープと一緒に加熱します。スープの方は、まあ今まで濃い口ラーメンで使っていたスープを使っていると思い、そのままの濃い口ラーメンと同じスープにしてあります。沸かしたスープは一度ザルでこし、細かい身や骨を取り除いておきましょう。今回も麺の方はトップバリューの北海道小麦の極細麺を使っております。こちらをスープに入れて麺線を整え、鮎タレの香味油を浮かしていきましょう。こうやって見ると結構緑ですね。さらにここにネギ、チャーシュー、メンマ、ナルト、煮卵のトッピングを浮かして仕上げていきます。すべて乗せ終わったらラーメン清流棒濃い口ラーメン会完成です。あれ、丼違うねと思ったあなたは鋭いですね。まあ丼を購入してから再度取り直ししております。それではいただきます。ちょっと緑濃かった香味油がキラキラしてますね。とっても清涼感のあふれる油です。スープも鮎だれの返しで作ってるので、まあ誰が食べても鮎の味がわかるくらいの鮎の風味ですね。まあどんな下馬鹿でもわかるでしょう。これはめちゃくちゃ美味しいです。でも一歩間違うとこの鮎だれの鮎の風味が生臭いと感じてしまいそうですが、これを鮎タレの香味油がすっきりとさせてくれていて絶妙なバランスになっています。これは3日間しか食べれなかったら確かにラーメンフリークの中で伝説になるのは納得ですね。これが950円で新メニューになって濃厚煮干しが700円に下がる、そりゃ行列ができるのは納得ですね。ごちそうさまでした。それでは今回の研究結果です。鮎タレの香味油は今までにない感じの香味油です。シソとかでも面白いものが作れそうだのを感じました。鮎のタレは下バカでもしっかりと鮎の風味を感じるスープができますね。これにヘッドを入れたらどうなるかちょっと気になりますね。ポップアップショップは欲しかった紺色の清流棒 T シャツとアクスタは売り切れでした。残念です。今回紹介したラーメン最有機の芹沢さん、その芹沢さんが主役の漫画ラーメン最有機の新刊が本日発売です。今回はインスタントラーメンアレンジなど、また配言が面白そうな展開になっております。ぜひ読んでみてリクエストなどお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。このポップアップショップの後に、まあ、実はマリンスタジアムに野球を見に行ったんですが、とっても面白かったです。最近の球場飯はめちゃくちゃ美味しいですね。
近々ボールパークで捕まえての再現などもやっていこうかと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。